牛乳で作るキッシュトーストの作り方を紹介します。2人分を作ります。5枚切りの食パン2枚、卵1個、牛乳大さじ2、塩コショウ適量、きのこや野菜合わせて 40g 程度、ハーフサイズのベーコン2枚、ピザ用のチーズ 15g を用意します。今回はしめじとブロッコリーを使います。火が通りにくい野菜を使う場合は先に電子レンジなどで火を通しておくと良いです。ベーコンは1センチ幅に切ります。しめじは石突きを取り小さく分けます。ブロッコリーは小房に切ります。食パンの耳より内側をぎゅっと押しつぶします。スプーンの背を使うとやりやすいです。このように全体をへこませ、くぼみを作ります。ボウルで卵を溶き、牛乳、塩、コショウを混ぜます。食パンにきのこや野菜、ベーコンなどの具をのせます。チーズをのせます。そこへ卵を流し入れます。トレーやアルミホイルにのせてトースターで10分程度焼きます。焼く時間は使用するトースターにより変わりますので調整してください。焦げそうなら途中でアルミホイルをかぶせます。卵が固まったら完成です。ベーコンと野菜と卵をのせた栄養たっぷりのトーストです。チーズや牛乳でカルシウムも取ることができます。